宮廷使いの赤髪白雪出身国から夜会の正体禅の側近帯と桔梗ラジ王子と親交を深める夜会当日白雪誘拐連絡受けて禅が出陣帯とラジも必死の捜索白雪救出悪党成敗宮廷戻りラジから書状爵位を持たぬ白雪暗示王家の友人称号を送る晴れて白雪国賓扱いいざなの言葉で白雪覚悟禅の隣に立つこと望む今は公表できないけれど二人手を取り歩むと誓う。